マックスの階級から落としてという感じなんですけど、70キロはちょっと僕の体型からして相手選手がちょっと重かったなと、僕の通常体重も70以上ほとんどなかったので、減量もほとんどせずに、挑んでたんで、ちょっときつかったなと。62回体重落としたんですけど、それだとちょっと落としすぎて、自分の中でちょっと不安定な時期があって、尾崎慶治らしくないなっていう戦いが続いちゃったなっていう、とりあえずその間65ぐらいで出てみようかなと思ったら、この間すごい調子が良かったので、63っていうのは理想的な体なんじゃないかなと思います。はい、それで63でやっていこうと、いうふうに決めました。この体重だとかなり回転は伸びそうですね。もちろんこの体重、この階級63キロだったら、尾崎慶治らしい回転技で会場を沸かせる自信はあります。この階級に落としたかできる新しい技とかって、新しい技というかですね、今回一番見てほしいのは、僕が70キロから減量して新しい63キロに落としたということと、あと今月の24日でも30になるので、もう後がほとんどないと、人生かけて挑む尾崎慶治の姿を見てほしいなっていう、それだけの覚悟を持って挑んでるっていう、そういう姿を見て分かるような試合をしたいと思います。対戦相手小宮山選手の印象は、どんな印象ですか？はい、トリッキーですよね。足技も使いますし、僕も足技なんで、足対足、足になる、他の試合にない見応えのある試合、見栄えのある試合になるんじゃないかなと思います。はい、あと向こうが飛び技できたらこっちもみたいな、最高です。もちろん、もう蹴ってきたら蹴ってやろうかなっていう気持ちありますね。はい、回転してきたらもうこっちは回転の世界で生きてるんで、先輩だぞっていうのを見せたいなと思いますね。はい、ここもここで100通りの足技で倒し方ありますよ。テコンドーの方が足技最初に作って、それで空手が真似したと僕は思ってるんで、本場の100通りあるなら、多分僕も同じぐらいあると思うんで、本場の蹴りを見せてあげたいなと思います。はい、チームドラゴンということで、やっぱりチームドラゴンといえば京太郎選手、この間ね、防衛戦で見事に勝って、刺激になるのかな。もう刺激になりますね。彼は練習に貪欲ですし、練習量からしてもチャンピオンになるべきか人間かなと思いますし、僕ら中力軽力負けてらんないなっていう刺激がすごい受けますね。はい、この4人ね、チームドラゴンから出ますから、やっぱりね、そうですね、5月2日はドラゴンの日にしたいですね。ドラゴン全員勝って4人で次のステージ行きたいですね。はい。